はメロドラマ、二人の距離が徐々に近づいていきます。といってもこのペアの持ち味は2人のユニゾン、息の合った正確な息の合った動きが持ち味ですよね。このスロージャンプも決まった。まさに金メダル候補ナンバーワンと言われています。来年のトリノオリンピック、おっと珍しく男性の方が乱れました。ああもう女性が氷すれすれまで頭がつきそうでしたね。ペア優勝のタチアナ・コストミアーナ、そしてマキシム・マリニン、現在世界選手権も2連覇中ということです。まさにメロドラマで演技が終了しました。ペアの頂点に君臨するタチアナ・コットミア・ニーナ、そしてマキシム・マリニンです。